着いた。おい、あいつあの商人じゃねえか。なんか様子がおかしくねえか。ひとまず声をかけてみるか。だから俺はもうやめるって言ってるじゃないか。ああ、何言ってんだお前。アニキンさんの弟だから使ってやってるのに調子乗りやがって、この野郎。 お前たちももうこんなことはやめるんだ。てめえ、どの口が言いやがる。どうやら痛い目に遭いてえようだな。覚悟しろよ。おい、な、てめえらは麦わらの一味。このさん、仲間だったんじゃねえのか。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。俺たちを邪魔しよってんなら、てめえらからやっちまうぞ。おいおい、お前ら一度俺たちに負けてるだろう。そんなの関係ねえ、覚悟しやがれ。お前らがその気なら受けて立つぞ。狙いは外さねえ。くらえろ。まだだ。これだ。やるぞ。セカンド。これだ。修行にはちょうどいいな。行くぞ。三刀流奥義三千世界。まだだ。何が起きてももう動じねえ。うさべゴールデンパンダ。いってー。ゴムゴムのバズーカ。メシどうして俺を助けた。あいつらが気に食わなかっただけだ。まあこういうやつだ。あんまり考えすぎない方がいいぞ。この前は悪かった。許してくれ。んなことはもうどうでもいいんだよ。いや、よくはないだろ。それよりお前が言ってた「よかった」ってのはどういう意味だ。毒キノコを渡してきたのはお前なのに、ゾロが助かってホッとしてただろう。まあさっきのやりとり見てたらなんとなく察しはつくが。本当はあんなことはしたくなかったんだ。なんか理由があんのか。最初はその日の食い物にも困る生活から抜け出そうと兄貴が始めたことだったんだ。兄貴は昔から体が丈夫で喧嘩にも強くて、ある程度の海賊になら勝つこともできた。そいつらを捕まえて海軍に引き渡す。
俺は兄貴の手伝いをして生活費が稼げればそれでよかったんだ。じゃあ最初は兄ちゃんと二人で賞金稼ぎをやってたってことか。ああ、そうしてるうちにいつの間にかその辺の荒くれ者たちが集まってきた。兄貴はそいつらを束ねるようになって欲深になっていった。そして今回みたいな卑怯な手口を使ったり、海賊以外の金持ちも襲うようになったんだ。そりゃもう賞金稼ぎじゃなくてただの賊だな。ああ、俺はもうこんな生活は嫌だ。兄貴にも早く足を洗ってほしい。兄貴にはちゃんと言ったのか？もちろん言ったさ。でも聞く耳を持ってくれなかった。だからって俺に兄貴を見放すことはできない。今俺が生きていられるのは兄貴のおかげだから。うん、恥を承知で頼む。兄貴を止めるのを手伝ってくれ。そう言われてもな。こいつの願いを叶えねえと俺たちの力も戻らねえ。やるしかねえだろ。まあ一番迷惑かけられたお前がそう言うなら。よし、おっさんの兄ちゃんを止めりゃいいんだな。ありがとう、本当にありがとう。そういや、おっさんの兄ちゃんはどこにいるんだ？兄貴は仲間を引き連れてこの町に戻ってきてる。今は確か南の裏通りあたりにいるはずだ。よし、さっさと行くぞ。ゾロ、お前は迷うんだから前歩くんじゃねえ。え？港へ行く道の途中に噴水があっただろ。それが分かってりゃ迷わねえよ。あ、おめえにそんな知恵があったとは。そういえばシャボンディ諸島でも似たような知恵を絞ってたな。すまねえゾロ、疑っちまった。よし行くぞお前ら。いや、どうし。ああ、うん、ああ。待て待て。おい、お前ら。ああ。なえ、何堂々と話しかけてんだ。こいつら麦わらの一味だ。何？毒で倒れてるんじゃねえのかよ。知らねえよ。つうか、なんでお前がそいつらと一緒にいるんだ。俺はもうこんなことは終わりにする。え？何言ってんだ。俺たちを裏切るってのか。裏切るわけじゃない。もうやめるって言ってるんだ。兄貴にもやめさせる。そんなこと本当にできると思ってんのかよ。よし、こいつもまとめてやっちまえ。やるか。狙撃手の腕を見せてやる。さてと。
ディアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。まだだ。くそ。おやねえよ。刃こぼれすら己の恥だ。二刀流、いよい。羅生門。俺様に任せとけ。必殺キルトリマシ。まだだ。これだ。来いよ。切られる覚悟があるならな。行くぞ。竜巻。まずい。一発で決めてやる。俺様は勇敢なる海の戦士、キャプテンウソップ。俺がキャプテンウソップだ。俺は強くならなくちゃいけねえ。おいおい、こりゃ何の騒ぎだ。兄貴、ようやくお出ましか。こいつがおっさんの兄ちゃんか。お前、どうして麦わらの一味と一緒にいるんだ。兄貴、こんなことはもうやめよう。これからは。はあ、笑わせるな。この間もそんなこと言ってたが、大体誰のために俺がこうして賞金稼ぎをやってると思ってんだ。これまでのことは感謝してる。でも最近はいくらなんでもやりすぎだ。海賊以外の人まで襲うなんて。うるせえ。この世は金だ。金が手に入れば何だっていいんだよ。そんな。こいつ全然話を聞かねえな。弟がこんなに必死になってんのに。話を聞かねえのはそこの愚弟の方だろう。弟なら兄貴の言うことに黙って従っておけばいいんだよ。そんなのはもうできない。このわからず屋が。いいだろう、叩きのめしてしつけ直してやる。そんなこと俺たちがさせねえ。笑わせる。こっちには数がいるんだ。全員でかかれ。あっちがその気なら俺たちは相手してやるだけだ。この感覚は。ああ、力が湧いてくる。よし、行くぞ、お前ら。試してみるか。俺の方はいつでもいいぞ。竜巻。まだだ。おりゃ。
とうとう俺を本気にさせやがったな。必殺火の鳥星。これからだ。どうってことはねえ。みんな、いっぺんに行くぞ。行くぞ。おう、援護は任せろ。必殺ゴムゴムの殺し火炎星ピストル待て。これからだ。相手が強そうだからって逃げ出すわけ。ど真ん中だ。昔はもっと嘘をぶちかましたもんなのに、今やそれができちまう。こいつ根性あるな。弟の言ってた通りの丈夫さだったぜ。兄貴、こんなにボロボロになったのはいつ以来だろうな。俺の負けだ。俺たちはもう飢えてただけの子供じゃない。こんなやり方じゃなくたって生きていけるよ。だからお願いだよ兄貴。くそ、わかったよ。俺だって引くに引けなくなっただけで、お前にそんな顔をさせたいわけじゃなかったんだ。兄貴、よかったな、おっさん。ああ、本当に本当にありがとう。いいってことよ。弟に感謝するんだな。ああ。お帰りなさい。今度も無事に記憶のほつれを直せたみたいね。なんか大変だったけどな。でもおっさんたちが仲直りできてよかった。あれってそういう話だったか。
なあなあ。わからねえな。そうね。かかってこい。あんたたち、お金持ってるの？サンダーランステンポ！ナミ、すげえなお前。ありがとう。少しはお役に立てたかしら？あたしだってやるときはやるんだから。やってやろうぜ！ど真ん中だ！いつでもいいぞ。そこをどけ。みんな、いっぺんに行くぞ。ゴムゴムのバズーカ。やったな。おいおい、なんで俺のところに。やられてねえ。待ちなさい。どれどれ、いただき。悪いが、加減するつもりはねえ。ウソップの一撃、覚悟しろ。これでどうだ。まったく、俺も強くなっちまったもんだぜ。